スペイン産のチョリソチョリソは、スペインイベリア半島発祥の豚肉の蝶詰めのソーセージ。日本語ではチョリソチョリーゾとも表記され、細かく刻んだ豚肉とスパイスから作られる。ポルトガル語では、チャオリソットと呼ばれる。細かく刻んだ豚肉に塩を混ぜ、ニンニクやパプリカなどの香辛料を加えて蝶に詰め、干して作る。 パプリカをたっぷり使うため赤い色をしていることが多い。また、辛さに応じてピカンテ、またはトゥルセに分類される。多くの場合は豚肉が用いられるが、ごく一部に牛肉、鶏肉、羊肉で作られたものもある。スペイン料理を特徴づける食材であり、生のままスライスしてボカディジョログとしてパンに挟んだり、酒などのおつまみにして食べることも多い。 具材として用いる際には、蝶詰めの形をそのまま使うのではなく、細かく切ったり中身を取り出してほぐして使うこともしばしば行われる。豆類のひよこ豆と一緒に煮込んだガルバンサーダや、レンズ豆との煮込み料理、レンテハスコンチョリソ、コシードや、ファバーダ、ポタエ、もつ煮込み料理のカージョスなどの具材に使用したり、カルドなどのスープにも入れられる。 また小さいものやチョリソク料所などは焼いたり、また蒸気のような様々な料理の具材としても用いられる。現在日本で入手できるチョリソの多くは強い辛味を持つメキシコ風のものが多い。チョリソの商品名で市販されているソーセージの一部には本来のチョリソとは全く異なる。単に辛く味付けしたウィンナーソーセージもあるため注意が必要である。 隣国のポルトガル料理でもスペイン料理と同様の使用法が認められる。16世紀にスペインが中南米を征服して以降、このチョリソは中南米にも伝わり根付いた。今ではメキシコ料理などの中南米の食文化にも欠かせないものとなっている。例えばメキシコではトルティーヤやブリトーにチョリソを挟んで食べることが多い。また、 特にトルーカでチョリソ作りが盛んであり、トマティーヨ、コリアンダー、唐辛子、ニンニクを入れた、緑のチョリソが名産である。ありがとうございます。